そなたが指揮官か。拙者は高尾。微力ながら力を尽くす所存だ。高尾、ここで主命を待っている。何かご指示は。鶴瓶は井桁を立ち、雨だれ石をうがつ。普段の鍛錬を粘り強く続ける者こそ勝利を得られる。拙者はそう信じておる。母校に戻っても怠けてはならぬ。危険は日常に潜んでいるのだ。この人たちをまともに受けたら、いくらそなたでも死ぬぞ。日々精進というのは、毎日目標に向けて努力することだ。指揮官殿、くれぐれも怠けないでくだされ。敵か。指揮官殿か。目利きがあまり良くないゆえすまぬ。今のは驚いたぞ。このハレンチな。新しい指名が降りた。確認いたそうか。任務完了。報奨の回収に出向こうか。手紙だ。持ってこようか。無事帰還できてよかった。刀には目がついておらぬ。不用意に近づかぬ方がよい。用はあるか。ないなら仕事に専念させてもらいたい。仕事を忘れ、こうして指揮官殿とゆっくり話すのもいいかもしれんな。最近修行の時、いつも心が落ち着かない。指揮官殿のことを思うと剣も乱れてしまう。指揮官殿、この拙者はおそばに置いていただく価値があるのだろうか。たとえ戦で満身創痍になろうと、きっと生きて。指揮官殿、そなたのもとに帰ることを誓おう。だからそなたもずっと拙者のそばにいてくれぬだろうか。指揮官殿に認められたか。この剣、これからそなたのためだけに振ろう。これからもよろしく頼む。委託に出張った戦艦が戻ったぞ。迎えに出立するか。力が拙者の刀に流れ込んだ。戦闘は拙者にお任せを。最強の名は決して怪我しはせぬ。またつまらぬものを切ってしまった。向かった。次は負けん。悪即善、明鏡止水。